1998年の映画ラウンダーズ。今回はその映画で主人公の悪友ワームを演じたエドワード・ノートンが着用していたセレンゲッティというブランドのサングラスについて映画の内容とともに紹介していきます。映画ラウンダーズは1998年にジョン・ダール監督がニューヨークの舞台で弁護士を目指しながらポーカーゲームの世界に身を投じていくマット・デイモン演じる主人公のマイクと、マイクの友人でエドワード・ノートン演じるイカサマ氏のワームの2人を中心に、ポーカーの世界で生きる彼らの青春の挫折と葛藤をスリリングで本格的なポーカー対決の見せ場を交えて描いた青春ギャンブル映画です。物語の舞台はアメリカのニューヨークで、主人公はロースクールの学生で、学費や生活費をポーカーで稼いでいたマット・デイモン演じるカードゲームの天才とも言われるマイクです。ある時マイクは闇の非合法のポーカールームへと行き、そこでロシアンマフィアともつながっているテディ KGB とポーカーでの1対1の勝負の場面に遭遇します。この勝負での勝利を確信していたマイクでしたが、テディ KGB に惨敗し全財産の3万ドルを失うことになりますが、それを機にポーカーから足を洗い、真面目に配達員のバイトをしながら法律の勉強に専念することを決意します。そんな矢先、マイクの兄弟同然の旧友でバスケットボールの八百長時代に絡んだ不祥事で罪をかぶり刑務所に入っていたエドワード・ノートン演じるワームが出所することになり、マイクは彼を出迎えに行くことになります。ワームは早速軍資金を借りてポーカーでお金を稼ごうとマイクを誘いますが、ポーカーを二度とやらないと誓いを立てていたマイクは一度はその誘いを断りますが、引き寄せられるようにマイクは再びポーカーの世界に戻っていくことになります。今作で主人公のマイクを演じたマット・デイモンは、当時はグッド・ウィル・ハンティングやレインメーカー、プライベート・ライアンにリプリーなど数々の話題作に出演し、着実にキャリアを積み上げていた頃で、悪友のワームを演じたエドワード・ノートンも、真実の行方やアメリカン・ヒストリー X、ファイト・クラブなどに出演し、若い頃から卓越した演技力を持つ怪演俳優として知られていました。マイクを演じたマット・デイモンは、前作で演じたグッド・ウィル・ハンティングでの主人公のウィルと同様に、本作でも知性あふれる秀才の法学生役が非常にマッチしており、真実の行方で衝撃のデビューを飾ったエドワード・ノートンも今作でも持ち前の演技力でスクリーンに登場するだけで作品に厚みをもたらしてくれています。そんなエドワード・ノートンが今作で怪演したマイクの悪友でありイカサマ氏のワームは、映画の中では中盤でのわずかな時間にスクエアタイプのサングラスを着用しているシーンがありますが、ここからは映画ラウンダーズでエドワード・ノートンが着用していたセレンゲッティのサングラスについて紹介していきます。セレンゲッティとは1980年代にアメリカの世界最大級のガラス製品メーカーコーニング社から誕生した知る人ぞ知るアイウェアブランドです。コーニング社とは1851年にエイモリー・ホートンによって創業されましたが、そこから現在に至るまで150年以上にわたり、ガラスという素材の技術の発展や可能性を探求し続けてきましたが、その中から生まれたアイウェアブランドがセレンゲッティです。そんなセレンゲッティが日本に進出したのは1990年代の後半頃だと言われ、当初のセレンゲッティのレンズには紫外線に反応し、レンズの濃度が変わる調光機能や、セレンゲッティ独自の機能でフィルター効果により着用するだけで視界のコントラストが高まり対象物の輪郭が鮮明に見えるようになるといったスペクトラルコントロール機能が搭載されていました。その後は独自開発の変更機能や様々なコーティングが加わり、2009年にはヨーロッパ最大規模のアイウェア展示会シルモのレンズ部門でセレンゲッティの開発したレンズがサングラスブランドとしては初のグランプリを受賞しています。現在日本でセレンゲッティのサングラスを取り扱っている店舗はかなり少ないかとは思いますが、実際に使用している方の話を聞くと
近年のサングラスに使われているレンズの中では間違いなく一番いいレンズが使われていると思うという感想を持っている方も多いようです。また2005年にはトップガンやバットマンフォーエバーヒートなどに出演したハリウッドの主な俳優バル・キルマーがセレンゲッティのアンバサダーを務めていた時期もあったようで、現在でもアメリカではサングラスブランドとしてはレイバンやオークリーにも引けを取らない人気を誇っているようです。映画ラウンダーズでワームを演じたエドワード・ノートンが着用していたサングラスはセレンゲッティの DR5450 というモデルです。こちらのモデルはスクエア型の90年代らしい形状のアイウェアですが、この年代のセレンゲッティのアイテムは比較的シンプルなデザインが多いため、今の時代で普段使いしていても全く違和感は少なそうなので、エドワード・ノートン好きの方はぜひ90年代のセレンゲッティのサングラスを探してみてはいかがでしょうか。ちなみにセレンゲッティのサングラスはラウンダーズ以外でもいくつかの他の映画でも使用されていたことがありますが、1997年の映画恋愛小説家の中で主人公のメルヴィンを演じたジャック・ニコルソンが着用していたサングラスもセレンゲッティのアイテムです。ジャック・ニコルソンが映画恋愛小説家の中で着用していたサングラスはセレンゲッティの 5455C というモデルで、彼はプライベートでもよくこのセレンゲッティのサングラスを着用し、 NBA のレイカーズの試合なども観戦していたそうです。何年か前にこのジャック・ニコルソンが実際に着用していたセレンゲッティの 5455C が人気映画で使用された衣装や小道具が出品されるジュリエンズオークションに出品されていました。1990年代当時およそ180ドルで販売されていたこのセレンゲッティのサングラスは最終的に落札金額は12800ドルにも及んだそうで、ローオークションで出品されたサングラスの中では史上最高額を記録したようです。先日アメリカのトーク番組リッチ・アイゼンショーのインタビューにマット・デーモンが登場していましたが、その時に彼は25年以上ぶりのラウンダーズの続編を構想中であることを発言しました。マット・デーモンはこのインタビューの数週間前にエドワード・ノートンとも会っていたようで、彼もまたラウンダーズの続編に意欲的であるようです。またマット・デーモンはこのインタビューの時にラウンダーズが公開されてから25年の間でいろいろな変化が起こったポーカーの世界の中でも原作者やスタッフたちとともに今の時代に合わせたアップデートされた続編が作れる確信があるとも発言しているので、もしラウンダーズの続編が実現すれば個人的には非常に楽しみです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。